パパの言うことを聞きなさい。は、集英社のスーパーダッシュ文庫より刊行されている、松と博による日本のライトノベル。イラストは、中島由加が担当。略称は、パパ劇。2011年より、集英社各紙にて漫画家作品が連載されたほか、2012年1月から、同年3月まで、テレビアニメ版が放送された。2020年5月時点で、 シリーズ累計発行部数は200万部を突破している。本編完結後の2016年1月に後日談を描いたスピンオフ作品のリリースが発表されたが、同年5月に作者の松が病気により高い。作品そのものは執筆が完了しており、2016年7月22日に発売された。本作は迷い猫オーバーランに続く。 松とものスーパーダッシュ文庫からのリリースにシリーズ目のライトノベル作品である。スーパーダッシュ文庫担当編集者へのインタビュー記事では本作について迷い猫オーバーランが大ヒット継続中で漫画化、アニメ化もされている中での新シリーズのスタートは編集部としても大きな冒険だったが松さん本人の強い希望に押される形でのスタートとなった。うまくいって ほっとしているとの趣旨でシリーズスタートの経緯について触れられている。また同インタビュー記事では、松さんから中島由香さんがこのタイミングなら新作にイラストをつけてくださる可能性があるとの話があったこともシリーズスタートを決める一因となったとの趣旨の発言もあり、それまで同人サークルで活動していた中島由香の商業史デビューのきっかけとなった作品でもある。 本作の小説リリース当初のキャッチコピーは、普通の大学生が、いきなり血のつながらない三姉妹を引き取ることに、ハイテンション同居系アットホームラブコメ、六歳差の恋は、実る以前に始まるのか、である。ごく普通の大学一年生である主人公のセガは、ユータがいきなり六条一軒で、姉の娘たち三人との生活を強いられ、悪の強い路上観察研究会のメンバーに、 振り回されるなど様々な難題に立ち向かいつつも、三姉妹を見守る、優しく温かい物語として描かれる。本作についてのメディアミックス展開としては、ジャンプスクエア、週刊ヤングジャンプ他の集英者各紙における漫画家作品の連載、テレビアニメ放送、ウェブラジオ、スマートフォン用、アプリ、PSP 用、ゲーム、カードゲームなど多岐にわたっている。主人公、 瀬川裕太は、大学に入学し新生活をスタートさせたばかり。小学生の頃に両親と死に別れ、当時高校生だった姉、有利に育てられるも、中学生の時にその姉が、罰値で二人の子持ちの男性、高梨慎吾と結婚したため、義兄となった慎吾への嫉,の嫉妬と姉の家庭と幸せを壊したくないという思いから、姉夫婦の家庭とは距離を置き、一人で暮らしていた。 そんなある日、アパートに突然訪ねてきた姉に、空、美和、ひなという三人の娘たちとの半日だけの留守番を頼まれたうたは、しぶしぶそれを引き受ける。しかし、そこで垣間見た幸せそうな姉夫婦と子供たちの様子に、くだらない子供しみた、嫉妬心で姉家族と距離を置いてきたことを後悔し、今までの不義理を介して、姉家族との関係を修復しようと決心する。 その矢先、姉夫婦の乗った飛行機が行方不明となり、彼らは消息不明のまま政府発表では死亡したことになってしまう。残された三人の娘たちは親族会議の末、全員バラバラにされそうになる。自分自身も両親を亡くし、姉に引き取られた過去を持つユうは、三姉妹に過去の自分を重ね見て、全員自分が引き取ると宣言。 高梨家の親族たちとの夜通しの話し合いは平行線をたどったため、空たちは翌朝早く家出同然で、ユータが住む六畳一軒のアパートに転がり込み、四人暮らしを始める。最初は慣れない家事や狭い部屋で問題ばかり起こったものの、ひなのお遊戯会でユータと三姉妹の強い絆を見た親戚たちにも認められ、四人はかつて三姉妹が信号と、 有利と暮らしていた元の家で暮らせるようになる。その後も、ミワの実母、サーシャの来日、新しい家族、十兵が来たり、ヒナの誕生日など、いろいろなことがありながらも4人は、本当の家族以上にその絆を深めていく。特に断りのない限り、声は、テレビアニメ、ドラマ CD、ゲームの順に共通してある。主営者、スーパーダッシュ文庫より観光。 全18巻、後日単、全1巻。ドラマ CD 付けの17巻、OVA 付けの18巻2つの連動購入特典として、ファン感謝イベントが開催された。主英者、コバルト文庫全1巻2012年1月から3月まで、独立局他にて放送された。放映版、全12話未放映1話。原作第1巻と第7巻を元にした。 オリジナルストーリーでオリジナルキャラクターも追加されている。また、高梨夫妻が行方不明ではなく死亡しているなど、原作とは一部設定が異なる。各話のサブタイトルは過去に放送されたテレビドラマのタイトルが付けられている。2012年3月7日から発売。特典として、松ともひ書き下ろしキャラクターコメンタリー、ノンクレジットオープニング。 オリジナルサウンドトラック CD などが収録、封入されている。なお、北米版もライセンス取得元の戦隊フィルムワックスが2012年販売を発表している。ブルーレイ DVD、パパギキ。ラジオは2011年12月8日から2012年6月21日まで、響きラジオステーションで配信されていたラジオ番組。2012年3月までは毎週木曜日配信。 2012年4月からは各週木曜日配信。なお本放送前の12月1日にはプレ放送が配信された。パパ劇。ラジオに関するカテゴリー。ゲームでもパパの言うことを聞きなさい。に関するカテゴリー。ありがとうございます。